はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずクロマ同士のアスタリスクを手に入れたので、ちょっと見てみましょう。多分イデアだな。そうすると猫使いのこの次の索敵を覚えたら、ちょっとクロマ同士にしましょう。うん、魔力共鳴。あー、これはでもちょっと使わないな。何でも全体化、いいね。いいっすね、何でも全体化。ここまで覚えさせよう。そうするととりあえず白黒まで、白魔法のレベル4までは使えるんで、ケアルラか。そうするとケアルダは多分使えないな。魔法買いましょう。魔法くれ。まずサンダラ、ドレイン。あー、ケアルダ多分使えないよね。あ、レベル4だ、使える。ケアルダまでエスナガも使えるな。そうすると金が例によって何も足りない。商人つけてこれだからな。白黒魔ってレベル4までだよね。お、ケアルダいける。よし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 、結構いいんじゃない。そうするとじゃ猫使いをとっととレベル7に上げたいな。まあ厳選堂に行かないとな。その前にあいつ半月以上厳選堂にいるからな、陽子さん。どっちも行方不明になってんな。陽子さんの捜索隊は出ないのか。厳選堂ってどこだ。おーっと、とりあえず戦うでいいでしょう。まあ、この機械に倒せるでしょう。マグノリア。で、イデアはこの機械をぶん殴ろう。で、バトルスピードアップ。ほら、強え。ここか。おお、完全に温泉地だな。湯って書いてあるし。源泉堂、15日ぶりだな、源泉堂に来たの。ぶりっていうか来てねえか。ん、なんか喋る。ここが源泉堂か。急ぎましょう皆さん。そうだ、一刻を争うよ。一刻を争います。ユウ、どうしたの。いや、一刻を争うんだよ。お前ら何言ってんだよ。そんなに危険な場所だって。いや、危険な場所っていうか、もう15日過ぎてんだよ。とにかくユウ、どんな事情があろうと、でも本当に恐ろしいのは、まずは落ち着く。先輩だな、完全に。ありがとうございます、先輩。アイテムが3個。こんなところに。知恵の湯。何これ。湯気を吸引するだけで影響を受ける。ほうほうほう。これ取れないんだけど。え？何何何何？アイテムでしょ、これだって。違うの？え？取れないよ。調べポイントっていうだけ？そんなバカな。うわ、攻撃力が減ってる。まあしょうがない、 75% くらいだったな。なんとかやってけんだろう。ほら、ゴリ寄せゴリ寄せ。うわー、よりによって魔法使ってくんのかよ。結構広いな、それにしても。ここ、こいつはブリザラ使ってきたな。速攻で始末しないと。よし、うわ、いっけー。何、銃がそんなに効かない。回復ションで相変わらず回復しないとな。宝箱いらない。またこいつらか。
いや、これは弱いぞ。いや、左を狙いよ、左を。何やってんだ、ティーズ、お前は。あ、倒した。これノーダメージでいけんじゃん。よしよしよし。これは？あれ、なんか下に変なのがうねうねしてるけど。先制攻撃チャンス。よしよしよし。弱い。相変わらずの弱さだな。単なる行き止まりか。あれ？ここも宝箱だぞ。アミュレット。サムライゾンビ。行きがけー。殴れ殴れ。虫を殴り殺すって。お、よしよしよし。入手金額アップ覚えたんで。ちょっと商人は外しましょう。外しましょうっていうか変えましょう。そうするとどうしようかな。今まで何だったんだっけ。ソードマスターか。ソードマスターそのものの攻撃力が高いからな。装備あったっけ、そもそも。頭どうしよう。こいつもちょっとトマホークにしたい気がするな。トマホークはなんだかんだで使えるから。で、トマホークにして、で、装備があるかな？サーペタイン。まあいいや、これで。で、アビリティを、どうしようかな。行きがけのダチンは使える。入手金額2つか。ちょっとこれ外すか、そうすると、外す。外す。ダウジングはやっぱ入れときたいからこれでいいや。攻撃アイテムは U は使わない。よし、この方向で行こう。で、そうするとこれ下から潜っていく感じか。ホークアイを覚えたら変えよう。ホークアイを。連戦の予感マジか。ちょっと待って、殴っちゃったよ。行け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 。2人でなんとかしろ。よしよしよし。あぶねえ。4人動けなくなるともう最悪だからな。さて、そうするとやはりこいつはアイテムだな。アイテムじゃねえ、攻撃だな。2回ずつで、こいつがボムのかけらを連発しよう。 OK。 いてー。よしよしよし、強い。マーベリック。なんかここら辺のアビリティ全く見てないんだけど、マーベリックって何？ちょっとわかんない。ポーションで節約。いや、これアイテムじゃないの本当に。え、行け？あ、行ける。温泉に使った。わー、硬そうなのが出てきたな、また。ランドタートル。OK。ガードしてきたよ、マジかよ。あ、めっちゃ勝って。やられた、これはやられた。これは本当にやばいぞ。ちょっとだけ当たる。行きがけのダッチ。全然ダメだ。行って。え、何してきた？うおー、行って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 。これはマジでやばいな。撤退を考える必要もあるぞ。なんなんだよ、魔法反射かよ。ちょっと撤退しよう。いや、待て待て待て。どうする？サイドワインダー使うか。
どうやってチェックつけんのこれ。あ、こうやってチェックつけ、え、ここチェックしたやつに攻撃。じゃあこうだな。決定。イデアはまずこのアリみたいなやつを先に倒そう。わ、デフォルトかけてた。あぶんねえ。サイドワインダー結局無駄だったな。攻撃。イデアはちょっとブレイブ使ってケアルダを使おう。30も使うのか。2回使うともう60だぞこれ。ほい、めっちゃ回復する。ただ寝たー。やっぱり逃げよう。これは今更だけど。よし、ランドタートルマジ強敵だ。何にもない。そしてこっちには、いや、雑魚的にここまで苦戦するとは。味方の先制攻撃。よし、まずランドタートル弱点とかわかんねえし、まだ一回調べよう。でアイテム使おう。ボムのかけら。あとは攻撃やるのに。先制攻撃でガードしてくるってことはないだろう。おらおら、水か。硬い。普通に硬い。ガードしてなくても硬い。銃だったらどうなんだ。水がないからな。ゼウスの怒り銃や。暗い。750。いやー、一応当たるか。もう一回ゼウスの怒り。暗い。おーし、全く手こずらせてくれる。区内、これでアイテム全部取ったってことは、やっぱり看板のはアイテムじゃなかったんだ。フェンサー、区内なんてどうかな。区内上がる。回避も上がる。すげえ。なんで区内を装備すると回避が上がるんだ。ちょっとわかんねえな。お前らはもう攻撃だな。いや、こういうやつだと安心だな。区内、なんか区内強くなったんだかよくわかんない。トマホーク早くな。レベルが上がってほしい。ホークアイが欲しい。ホークアイが結構敵の出現率高いな。特に何もいじってるわけじゃないのに。出現率プラマイゼロだよね。なかなか好戦的だな、ここは。いやー、このところマジどうやってあいつ進んでったんだ。ランドタ、うおお、危ねえ。お、覚えた。一気に2つ覚えた。でもあんまり使わないんだよね、青魔法みたいなの。使ったことがない、そもそも。あ、なんかいる。これ中ボス？まあいいや、行こう。いやー、何にも話さずに戦闘になったぞ。お、いっぱいいる。ちょ、待って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 、これリピートは解除する。で、どうしよう。かといってどうしよう。マーベリック。ヒットポイントの最も低い敵を攻撃する。いや、それはいいや。5体か。ブレイズをかけて、こいつもちょっと、まんべんなく攻撃するか。で、ハイラーを覚えたから、ハイラー4回やると、100! マジか。で、こいつは足が速いから、ちょっと1回ボムのかけらを使おう。
で、あとはまたまんべんなく。平、弱い。てか多分猫使いの魔法力が弱いんだな。一気にみんなレベル上がったな。ジョブ適性として魔力どんな感じなんだ、猫使いって。切ってみるんだ。ステータス変化、うん、なんか魔力とか書いてない。知性31、力よりは弱い。そうだよな、ロット B か。でもどうなんだろうな、ちょっとわかんないな。また器用貧乏になってきた気がする。なんかあるよ。え、バーサク超危険なんだけど。バーサクとか言ってたって、逃げらんなくね、敵から。バーサクは危険だろう。え、これもうみんなバーサクになってるってこと。うお、バーサクになってる。みんな超怒ってんだけど。めっちゃブチ切れていって、てかこれデフォルトとかもできねえし。1000くらって1000。ここはちょっとほんと早々に退散したいな。ゼウスの怒り、マジみんな怒ってるもんな。ゼウスも怒っちゃったよ。いやー、ここの戦闘は厳しい。ランドタートルが出たらかなり厳しいぞこれ。うわ、怒ってる怒ってる。これ超強い。おりゃおりゃ、こんなとこで連チャンとかしたくないんだけど。そして意外に広い、こういう時に限って。よし、アイテムをゲット。バッカスの酒、なんで酒が起こってんだ。ここはアイテムかな。引き止まりだったらマジ切れるよ俺も切れる。うわー、超強そう。1400、5波、あんまり強くなかった。よし、これでアイテム全箇所。マシグラフードとか言っていらねえ。あとはこの区画から早々に退散するのみ。うわあ、またアリが怒ってる。よし、うわー死ぬ。意外にヒットポイントあるな。レベルアップ。ハイポーションがなくなるぞこれ。魔法買うのに全ての金を使い果たしたからな。もう少しで、うわっ、敵がいる。バーサクで戦うの、もしや。おお、バーサクで戦う、マジかよこれ。よし、倒した3人でやればあと怖くないだろう。あ、弱っ。バーサク地帯からはちょっと、白魔法ケアルラディか。これマジックパワーめっちゃ使うな。さあ次は何地帯だ。クリティカル率上昇、うん、敵もクリティカル率上昇するからな。青宝箱か。速攻で勝負を決めるのが良さそうですね。ここはなんでブレイブをかけて。先手必勝。おら、クリティカル、クリティカル。よし、2回で倒せる。そうすると、オッケーオッケー。めっちゃクリティカル出んな。ここは先に攻撃ができれば強いな。うお、なんかいる。ちょっと待って待って待ってもう勝手に戦っちゃったんだけど。え、これどうなの。先手必勝で倒せそうな気がするんだけど。リリスとか言って、よし行け、先手必勝。ほらほら、あー倒せない。まあでも4人でやれば絶対倒せる。殴れ殴れ。
なべ。いてぇ、いてぇ。超強い。トマホークの攻撃力が半端じゃないな。ケアルだ。ほい。ほいっと。もうマジックパーがない。これ進むの先に。あれ、あっちにもでも敵がいるな。宝箱がある。取ろう。あ、取れねえし。下行かないと宝箱取れない。エーテルターボを使うか、1個。150。あいつを倒すか。これ何？亀っぽくない？ごっつい。ほら、やっぱりだよ。どうしよう。普通に、アダマンシェル。アダマンシェルってことはなんだ？魔法に強いのか？ゼウスの怒りを使おう。ちょっと一個ずつアイテムを使っていこう。大地のドラム。天狗のなんちゃら。いくぜ。750。これは反射されないのか。危ねえ。よし、一個ずつあるから一個ずつ使っていこう。で、こいつは攻撃と。お、いいね、これ。一言いくつ？これ全然見れねえ。アイテムは、魔法とは扱いが違うから反射されない。よしよしよし。その割には全然持ってねえな。ハープーンって何？ハープーンって名前が攻撃魔法っぽいけど、魔法じゃねえか。アビリティ、精霊技ハープーン。あ、貫通か。物理貫通はいいな。ここ宝箱4つもある。ブラックベルトってなんだ。盗賊の小手。クリティカル率が上昇。クリティカル率が上がってんのにさらに上昇するのか。アミュレットってなんだ。あ、知性上昇だ。ってことはイディアに装備させよう。洗濯バサミ装備してるしこいつ。銃も上がる。ずっと洗濯バサミつけてたのか。痛かったろうな。てか遭難した時も洗濯バサミつけてたのか。痛みで空腹を和らげるみたいな。ポーションとかどうなんだろうな。本当にお腹いっぱいにはなんないのかな。うん、強い。先手を打てるから戦いが楽だな。ここでのレベル上げは良さそうだな。そうするとさ、下か上か。よし、宝箱。ハイポーション。いらない。もっといいのが欲しかった。うわー、でかい。でかいぞ。殴れ。巨人に向かってす。殴って立ち向かうなんてすげえな。だいぶ回り道だけど、お、一旦こっちに出るのか。ここはなんだ。 BP 増大。うん、どうせブレイブ使っちゃうからな。あんまり意味はないんだけど。ブレイブアタック。あ、敵がいっぱいいる。うん、さっきと比べるとやっぱきついな。クリティカルが出ない分だけど。おらおら。強い。トマホークの銃がマジ強い。これ右に通じてないかな。全然通じてないし。あ、めっちゃ複雑だな、ここ。エーテル。お、エーテルは。ここ、旅人がいるってことは、先へ進む感じだな。もう少し探索をしましょう。
もう俺らに BP アップは必要ないって。ちょっと左から攻めますか。そうするとよし、宝箱。お、1200円、やった。おお、4体、でも2回の攻撃で倒せる。おらおら一掛けのダチンも発動するし、アダマン、あ、あそこに敵がいる。アダマンタイマイみたいなのが出たときは超びっくりしたけど、なんてことはないな。今はお、氷炎の盾だって、かっこいい。とりあえずティズだな。あ、超上がるんだけど全然しょぼいの装備してたんだな。向こう、水、火、すげえ。これなんか最後の方まで使えそうだな。結構いいアイテムが入ってたな、ここは。やばい攻撃が弱い、イデアの。おお、火向こう、水向こうっていうのが書いてある。これは後々まで使えそうだな。あと真ん中から行くと向こうの宝箱が取れるっていう仕組みか。このパターン多いな。4体、まあ、4体出てくればどうせダメージ食らわないし、経験値も金もいっぱいもらえるんで、バンバン体っすね。オラ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 、行きがけが発動しないな。これ690円だってくれるもん。さすが商人だな。その代わり白魔導士を諦めたからな。これがどう響いてくるか。ケアルダでどこまで持ちこたえられるかだな。でも赤魔導士でケアルダまで使えるっていうのはだいぶでかいな。ケアルダまでしか使えなそうなイメージだけど、赤魔導士って毎回強い。よし、コンドル。さあ、ここの宝箱結構苦労したぞ、くんのに。お、何これ、ナックルじゃん。ちょうどナックルイデアだよ。新しいやつにした。お、めっちゃ攻撃力上がる、防御も上がる、物理防御上昇、いいね。ここいい宝箱入ってるね。イデアの攻撃力も底上げされたよ、これで。もう何が来ても怖くない。こいつ、ザコザコザコ、こいつら。おら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 、ふっ、いけいけいけ、早い早い早い。てか、ティーズがちょっと遅かったな、攻撃が。遅い、今回。なんでだ。マジックパワーはもう120しかない。でもまあどうせ旅人のところ行けば回復できるし。もう絶対このパターンだな。お、今ちょっとヒット数が少なかったけど。おら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 、さあ回復してくれ。わっ、その前に中ボスがいる。え、なんかクマみてえな感じだったな今。うわ、クマだ、マジクマだ、マジクマだけどあんま気にしないでいいっしょ。完全に肉弾戦って感じだからな、こいつは。何も考えずに攻撃していいでしょう。オラ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 、皆殺し。
うん、マジマジマジ、ないないない、いやびっくりした、一撃で殺されるかと思った。いや、皆殺しはびっくりしたけど、弱かったな。このまま回復させないであいつのところまで行けるか。行ける。いや、頑張ってるね。150円。暑そう、ここで寝ると。てか、固定時代も何気に上がってるな。道具を買おう。ちょっとハイポーションが少なくなってきたから、1万6000円ってめっちゃ金持ってんな。で、ここら辺もやっぱり買っとこう。なんだかんだで役立つからな。属性つくのに。5個ずつ持っとこう。よし。大地のドラムも売ってんじゃん。うん、これでいいや。まだ1万円あるし、全然余裕だな。じゃあ、この先に行きましょう。え、意外に長い。宝箱が1個あるよ。どこ？え、宝箱1個って書いてあるけど、どこ？奥にあんの？いや、ようやく来たよ。15日ぶりに。あ、そこに。え、こいつ一緒についてきたの？遭難してなかったじゃん。これが。人間よ。お、喋る。まさ、我はブレイブリーソース。ふむ、お前を手に入れれば、そうすれば、そのためなら。よかろう。やばい、やばいぞ、この剣は。ダメだ、ヨーコ。その剣を手にしたら。ふはっはとか言ってきそう。勇気あるのならば、契約に従い。お兄様がやられるんじゃないか、これ。右腕をやられたのが命まではなんじが最もだ。それは他ゆえにその兄の右腕。いやー、命を奪われたかと思ったら右腕か。うん、なんかこのシリアスちょっとこのシリアスな段階でこの格好はちょっと変だぞ。ブレイブリーソードの代償になったのは、こうなることは分かっていた。俺にも兄がいた。母親の違う兄が。剣の達人。性格こそ強くて優しくて、当然目なのに先代当主、つまり俺たち兄さんの血筋が悪いことをあげつらい。全く一緒じゃん。理由にもならない。そして父は兄さんに対してブレイブリーソードを持ってこい。そうすれば考え直してやらんでもない。ブレイブリーソード有名だな。さもなくば兄さんは父には逆でも俺は納得で、だから俺は兄さんあらゆる文献を調べに何人もの賢者と呼ばれる者と会い。賢者って何人もいるんだ。それはそうして一人で行けたのすげえな。何？うん、君を手に入れれば兄さん。これでケネウロシア家のそのためなら逆らったらどうなんだろう。俺のどんな大切なもよかよせゆえ。お前がブレイブリーソードを調べていると聞いて悪い。こいつは一種の代償を差し出すなどと言ったら構わないんだ兄さん。おお、ならば契約に。おお、こいつは命を奪われたか。兄さん、ブレイブリーソードは、そうして俺は何も得られず剣を持てなくなった兄さん。あ、やっぱり命までは奪わないんだね。騎士としての生命をもと兄さんの行方がわからない。ブレイブリーソード、なるほど。ユウ、あ、ユウ scared me。 俺はユウ全部みんなには。え、っていうかあいつら兄弟はほっといてんの。
そうか。俺は自分の歩み。だから俺は聖教騎士だ。ユウ。すべて。そうすれば。ユウ。あれ？てかヨウコ何やってんの？なるほど。確かに罪深いことではあるな。そなたは自分の過ちを隠す。え、よ。大丈夫じゃ。元気なの？何せこれらはすべて。なんだなんだ？ただの幻じゃ。もしやこいつ敵？超騙されてた。なるほど。人の心の最も深いところ。でもダンサブローのせいでトマホークの人死んじゃったよね。こんなに面白いことはないわ。ないな。見たいのはむしろその先よ。傷も罪もすべてその時から人間の真の成長は始まる。How dare you？ ほう、怒った。愛する弟を目の前で死なせてしまったもの。何？魔王に故郷を滅ぼされ、すべてを失う。You must。そして、どれ？攻撃しろよその間に。あれ？あ、なんだ。うん？おお、アナゼル。アナゼル？あなたは？お前元気だったのか？お前は危険な存在だ。イデアに害をなすというのなら。剣短くね？探検みてえだな。私。弱っ。さあ、力の差が。こいつ今回活躍の場面が全くないな。うん、面白い。いや、そなた意外に興味深い。ん、これで退散か。あれ、戻った。楽しみついでに。そなたたちは皇帝を追いつつも未だあやつらの狙いを知らぬであろう。教えてくれんの？ならば火の神殿に向かうがよかろう。皇帝の狙いの一端がわかるはずぞ。火の神殿へはこの洞窟の奥から行ける。まだ奥があんのか。消えた。なんてプレッシャーだ。あ、そうなの。一歩も動けなかった。アナゼル大丈夫？ひどい怪我。いや、だからケアルダしろよ。ちょっと待ってて。ケアルダ買っただろこの前。大丈夫だ、問題ない。てか鎧着てんのになんで血が出てるとかわかんの？元帥閣下はご無事だ。皇帝の襲撃で重傷を負ってしまわれたが。そう、本当に？噂には聞いていたが、この目で見るまでは。あ、イデアたちのおかげさ。どっから噂が流れたの？目覚めたっていう。ティスのことを知ってる人はあいつにも。さーて、できた。これでもう大丈夫。イデアスペシャルよ。ありがたく思い。ああ。アナゼルが来てくれる。一緒に。いや、もうちょっとね、メンツ的にね、入れないんだよ、残念ながら。どうしたの？イデア、すまない。あいつには。分かったよ。私たちは火の神殿に。パーティーは4人までっていう決まりがあるんだ、残念ながら。皇帝の狙いを突き止めてくる。ああ。ていうか暗黒騎士も二択になるのかな。この先は危険だぜって言って、ボスいなかったな。珍しい。てか宝箱が欲しい。こっちか。あった。見えないところに。お、なんていうのこれ。回収の槍？
槍って誰だっけな。でもトマホークって槍使えるんじゃなかったっけ。あ、全然使えねえや。商人だった。今槍使えるやつは多分いないな。みんな C とかだもんな。こいつだって E だし、こいつも C だ。ちょっと槍はこのまま置いときましょう。じゃあちょっと炎の神殿を目指して。ボス出るか。あ、もう一瞬で着くのね。火の神殿だった。炎の神殿じゃねえし。ここが火の神。ここがクリスタルは火。え、クリスタルってあったんだっけ。まだでも2年ほど前。風は闇、私たちは。なるほど。ヨーコはクリスタルにまた何かが起きた。ボスいるかな。あれ、この先は危険だぜ。あれ違う、頑張ってるねになってる。この先は危険じゃないのか。さっき騙されたかな。この先は危険だぜって言われて行ったらボスはいなかったっていう。めっちゃ光ってんなクリスタル。とてつもない。確かに。でもそうね、何も問題。いや、ちょっと待ってくれ。光が強すぎる。このクリスタルは暴走。暴走？クリスタルは祈りの。でもその祈りの力。そしてここではない、別の世界。大穴。あんな最悪を二度と起こすわけ。クリスタルが暴走。皇帝の目的は。その最悪を思い返せば、浮遊城の行く先にはエタルニアの土の神殿、ラクリーカの風の神殿。おお、そうだね。そんな。でもちょっと待って、それクリスタルを制御できるの。じゃあどうして。今さらアニエスに話しかけんのか。私にも分かりません。いえ、少し体調。大丈夫？ええ、もしかして捨てるかどうか。やたらと甘く。ええ、フルーティーな。分かるわ。とクリスタルの帽子。土の巫女、火の巫女、そして水の巫女。そうか、みんな死んだのか。正式に巫女に就任した。つまりね。しかしあんな悲劇。アニエス、もういいよ。アニエス。はい。アニエスにもわからないか。でも仮に皇帝の目的。やはり水のクリス。水の神殿があるアデハナの国。よし、行くか。あれ、なんかいる。ジャンが来たよ。ジャンが。こいつと戦うのか。ユウ、お前は。やっと気づいたようだな。だがもう手遅れだ。土、風、火の。じゃあやっぱり。そうだと言ったら。結構ベラベラ喋るな。迷いが見え。まあいいさ、俺はお前を倒して行くぞ、ユウ。結局4対1だけどね。さーって、こいつ一回調べてるけど。おお、調べてある。ヒットポイントが1、10、100、1000万、2万か。弱点はなし。とりあえず一旦必殺技ぶっ放しとくか。攻撃、デフォルトで、こいつはちょっと劣化のウルフの構えを取ろう。剣道のバイソンか。劣化のウルフで大砲する。うわ、強い。全力だ。チャージレーザー、これカットできないのかな。そんなに長いもんじゃないけど、2200。よし、攻撃回数が上がるからな。ケアルダで回復させよう。ケチらず行こう。ケチらずで、ウルフファング。うわ、早い。
ほらほら、一体反撃のバイソンなんて食らうのかよ。やっべ、これはちょっとまずいな。今は控えよう、攻撃を。攻撃をするとしたらこの南極の風だな。どうした、いやもうユウ死んでんだけど。お前は野犬の警告。いや生き返ったよ。なんでヒットポイント1になってるし。生き返ったユウが。やったやった、ってかフェニックスのを使っちゃったし。えった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 、なぜかユウが蘇った、すげえな。南極の風でちょこちょこダメージ与えてくる。世界の決まってるさ。そして4つのクリ新しい。うわ、南極の風750。よしよしよし、あと1つ生きてる。まあまだあるな。この構えを取ってるときはマグノリアはこれで攻撃しよう。ボムのかけらで。ちょっと一回ブレイブ使ってギャルダを2回かけるか。マジックパワーを超消耗するけどしょうがないな。で南極の風と、お前が思っ正義ずらした正義取り返しの使っなのにも綺麗こと寝ざ。お前の分かったよ。だけど黙れ、来いよ。遠慮もてっけ。ギャルダとりあえずこれで一旦持ち直せるよ。よし、南極の風ボムのかけら。はい、ポーション、オッケーオッケーオッケー。ちょっとこの構えを解くまではデフォルトしとこう。多分攻撃力はそんな強くないはず。結構強いな。リベンジャーオッケー。じゃアイテム使っていくか。ボムのかけら、1、2、3回使って、で、ボムのかけらと、南極の風。で、イデアは、ん？ちょっと待って待って待って。南極の風、南極の風、もう一個使えるか。ゼウスの怒り。で、ブレイズを一回使って、ケアルダを全体だな。で、キジのアイテムと。いやー、お金があるからな。アイテムに頼りきってんな。つらい !750!750!750! 強い。3人はアイテム 1.5 倍つけてるからな。もうめっちゃ強い。よし、全開。で、こうやってちょっと500なんだよな。まあ、それでも1500当たるから。あといくつ ?4600 だ。あ、これも行こう。多分ね、あ、でも U はちょっと弱いから、ハイポーションで自分で回復させて、ここからだな。で、ゼウスの怒り。で、こいつも攻撃に入ろう。で、天狗のなんちゃら。からの第一のドラムと。多分ガードされてもね、これアイテムはそんなに響かないと思うんだよね。まあ最後だし攻撃しよう。劣化のルフ、その構えを解いた。お前が命取りだ。金に物を言わせてアイテムを連発。強い。1000円かでも赤字だな。完全大赤字だ。聞いたぜ聞いたぜってなんだよ。ようやく本気にでもこの程度じゃん。なんだ結局何がしたかったんだ。じゃん行きましょう皆さん、フローヘルへ。でもジャン生きてそうだな。何ジャン生きてたのかみたいな。こっちなんかあんのかな。
でも宝箱ゼロって書いてあるから、これテレポで出ちゃっていいかな。そうするとテレポストーン使えねえし、なんかイベントが起こんのか。連戦は無理だよ。ここで使えるのか。お、使える。素早さ揚げまんじゅうみたいなのがあったけど、素早さが上がるのかな。あ、なんかメインって書いてあった。さあ、あ、これか。なんか敵が出てくるかと思ったよ。あ、水の神。でも待って、師匠からもらった。もう限界だろ。浅瀬しか航行できないってのもね。そうですね。海に面したあの町なら。ほら、はあ。ようやく新しい船か。お。あら皇帝陛下、右手がどな。いや、なんでもない。義手？所詮は。私は否定するのだ。皇帝の右手は義手か？あ、なんか変な人が来た。皇帝。あ、こいつか。失礼いたします。ジャンが戻らぬようでございまして。陛下、ジャンを気にかけても私たちは次の目的。そうだな。陛下、私が迎えに行って参りますと。否定させていただきます。恐れながら。なんだ？ほう。おう。お前か。お前か。皇帝陛下専属。特 S 級菓子職人アンジェロ W パネットーネユーゼネオルシア一個。パネットーネ、お前がエイミーの敵討ち。敵討ちエイミーなどのために私がそのようなことを考えるとお思いでしょうか。うん、ひどいやつだ。全く使えない女でしたよ。任務も果たせず永遠退去も突破されるとは、ね、そうか。キツネはこいつらの一味じゃないのかな。そうするとあなた、エイミーを倒されて。ふん、いいだろう。しかし長くは待たぬぞ。始祖は、ありがたき幸せ。行きますよ君たち。え、何がいいの。はい、パネットーネ様。お待ちください。このようなものよりは。ああ、ニコライさん、あなたでしょう。鳳凰に栗羊羹などおやつがなくなってはあなたの大事な方の。はい、というところで、まあジャンが死んだのか生きてんだかよくわかんないですけれども、お、右の方にサブイベントがまた発生してる。じゃあちょっと次回は船を取るっていうよりもサブイベントをこなしていきましょう。では今回はこれで終了したいと思います。